大坪正則は、帝京大学教授、経営コンサルタント、スポーツ経営学者。佐賀県唐津市出身。西南学院大学小学部卒業。1970年大学卒業後、伊藤忠商寺に入社する。入社後、米国駐在院、NBA 担当責任者などを経て、1986年に NBA とのライセンス契約を結び責任者に就任。 1990年には NBA 公式戦開幕試合を実施した。この試合は史上初の北米大陸以外での公式戦、開催であり、この NBA のマネジメントを通して、米国のプロスポーツリーグ経営を学ぶ。1998年に伊藤忠商事退社後、1999年に株式会社日本スポーツマネジメントを設立し、代表に就任。 その後、第5顧問、日本放送スポーツ部の経営コンサルタント、ヤクルト球団の経営コンサルタントなどを歴任。2004年、帝京大学非常勤講師に就任し、スポーツ経営学を研究する。2005年に帝京大学経済学部教授に就任。日本野球に関しては、メジャーリーグ経営をモデルに研究している。近年は、野球以外のスポーツや、 マスメディアコメンテーターにも進出、報道ステーション、スポルト、などにも出演。2009年11月17日には、スポーツ経営に詳しい提供大学教授として、バトルトークラジオアクセスに出演。その他、BJ リーグのアドバイザーも務めていた。2014年3月4日、胃がんのため死去。66歳ボープロフィール提供大教授のうつぼ。 マサノリさん死去スポーツ経営学朝日新聞2014年3月5日。ありがとうございます。